こんにちは、大島です。で今ですね、マインド編をですね結構見ていただいたと思うんですけども、まあこれですね、早速実践に入っていただきたいなと思います。まあマインド編とかに関してはですね、まあ随時変更新もねしていこうと思ってますので、その辺はちょっと楽しみにしていただきたいなと思っております。でですね、これから次のねレッスン2に進んでいただいて、完全にこう実践型のねノウハウになってきますので、まあ、このねマインド編をぜひ何回も見ていただいて、でもしねその毎日編とか、月何回編とかでもあったと思うんですけども、まあ、マインドレッジはもうそもそ もう難しいんだというような前提、そしてビジネスはそもそも8割は失敗すると、基本的にはあまり成功しないんだというね、だからといって僕は確実に自分が実践して結果が出た方法、そしてそれを教えていってみんなが結果を出た方法をこれから具体的なノウハウとして教えていきますけども、ね、そもそもあんまり成功しないんだと、ほとんどのビジネスは失敗するんだというようなマインドを根底に持ってですね、諦めない、必ず諦めない、必ず最後まで やるというような結果が出るまでやるというようなマインドで、ぜひ取り組んでいただきたいと思っております。それではですね、レッスン2、レッスン1、レッスン2に、進んでいただいて、具体的なノウハウを日々これから頑張ってほしいなと思っております。それでは頑張っていきましょう。ありがとうございました。